にちは、元山兄弟のせいやです。元山兄弟の高大です。さて本日は、はい、せいやの雑学。何回やるんだ俺これ。そう、今日はせいやの雑学をやっていきたいと思います。お願いします。今日はですね、着物と浴衣の違いについてお話をしたいと思います。確かに、なんか結構ほら着物屋やっててさ、うん、浴衣も取り扱ってますかって質問されることよくあるんですけど、多いね、正直特にね、うん、あ、もちろん浴衣もやってますよってはその時、まあ、話長くなっちゃうから言うんですけど、うん、めんどくさいからね。めんどくさいから言うありますよって言うんですけど、結論から言うと浴衣と着物の違いってないんですよ。そうなんです。もうイメージだけが一人歩きしてるのが今の浴衣の現状なので、まあ、そのじゃあちょっと起源から話してもいいですか。お願いします。雑学ですからね。いいですか。はい、長くありがとうございます。もともと着物っていうのは、うん、庶民が着れるような衣服じゃなかったんですよ。うん、我々庶民はね。そうです。もともとは貴族がもう室内だけで着る衣装だったので、うん、やっぱり、貴族ってこうきらびやかに見せたいじゃないですか、うん、なのでこう袖を長くしたりとか、うん、もうブーって引きずって歩いてたりとか、調子いいからね、そうしてたんですけどね、うん、で庶民はもう働かなきゃいけないから、そんな人だって働けないでしょ、うん、だから、まあ、貴族しか着てないよっていうのがもともとの着物なんですけど、うん、だから外にちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、その貴族がじゃあ外に出かけようってなった時に引きずって歩けないから、うん、じゃあどうやって外に行こうかって言った時に、その長い着物をぐーっと託し上げてここに織り込んで作ったのがおはしょりの起源なんです。はい、おはしょりの起源。起源、それ今いりますっていう話はまた今度しましょうね。うん、まあ話を戻してで、じゃそれがもともと着物でした。はいはい、じゃあ浴衣の起源は何なのって言った時に、6世紀ぐらいに、うん、日本にお風呂という文化が入ってきたんですよ。で最初ってやっぱりお風呂のいろんな技術とかがないから。どういうお風呂に入ってたかっていうと、蒸気浴に入っていたんですよね。もう蒸気、もうめっちゃ熱い蒸気をバーってして、それでその湯気とかで体洗ったりとか汗とかで、あとはもう岩屋、もう自然の温泉に直接行って入ってたりしてたんですけど、贅沢だね、自然の温泉で。今思えばね、今となればね、今めっちゃそれ価値あるよね、うん、あ、だからほぼないんじゃないかな。ね、行ってみたいな。そう、まあそういう感じでお風呂に入っていたんですよ。はいはい。でやっぱりそういう自然のものだから、もう単純に岩屋ですから、もう岩めっちゃ熱いんですよ、うんうんうん、だから裸で入ることができない、はい、じゃあどうやって入ろうかと思った時に、あ、じゃあなんか着るものを着て入ろう、うん、でそれを着てたものが浴衣びらっていう衣装なんです。着てました、浴衣びら。浴衣びら、かっこいいよね、感じ。かっこいいよね、浴衣びら、ね、かっこいい感じしてるよ、ね、読めんよね、読めん、全然読めん。そう、それが浴衣の起源なんですよ。はい。でそれを着て入ってて、でまあちょっとずつ技術も進歩していくので、うん、まあお風呂もね、こう環境が整ってきて、まあ木のものでお風呂を作ったりすれば、うん、そんなに変にこう熱伝導しないから、そんなに熱くないんですよね、うんうん、だから普通に裸で入れるようになって、でその浴衣びらっていう文化だけは残って、ただお風呂に入るときにこれいらないねってなって、うん、もう部屋着として着るようになったんですよ、はい、パジャマとして、はい、でそこで初めて浴衣ってなったんですよね、うんうん、浴衣って漢字よく、うん、ねって書くでしょ。よくって書くでしょ。よくにいいね。よくにいいって書くでしょ。あれが浴衣ね、お風呂の上がりで着ましょうねってなってたもの、うん、浴衣びらから変化して浴衣になっていた。そうね、だからまあ何が違うかっていうと、まあ、着物はすごく高級な生地で、そういうバーって長いもので着てましたよ、うん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 、で浴衣はまあ何回もお風呂に入ったりするから、綿生地とかでもガンガン洗えるやつで、全然あんまり傷みづらいやつで、お風呂に入るとき着てましたよ。で素材と用途の違いだったんですよ、うん、着物と浴衣の違いは。そう、はい、で現代になった時にそういう文化たちが少しずつ変化して今の時代になってきたんですけど、うんうん、まあでも今ってほらパジャマをさで浴衣を着ることってめったないじゃないですか。ないね。でそれが まある種のちょっとワンマイルウェアみたいな感じで変わってきていて、ちょっと外行く時もじゃあパジャマ浴衣で着てもいいよね、うん、でそれが派生していって、うん、夏祭りに浴衣を着ることになったんですよね。それが今のその浴衣は夏祭りに着るとか、浴衣っていう言葉が残ってる起源なんですよ。だから言ってしまえば着物と浴衣って形とか全部同じなんですね。一緒だもんね、うん、だから素材が違うっていうのも、だって今の時代ってもう着物っていろんな素材で作られてるじゃないですか、うん、コットンもそうだし、化学繊維ももちろんそうだし、ウールだったりとか、うん、
ってなるともう浴衣と着物の違いがもうほぼないないよね。ですよね。綿の着物とかあるし、ね、ある。めっちゃめそれこそね有名な綿の着物とか、ね、木綿とかね伊勢木綿とかもいるしね。あるね。あるんですよ。違いないやん。ない。ね一つめっちゃ探ってあるっていうのを見つけたら、うん、あれなんですよ。あの掛けあるかないかね。そう。掛けるね。これね今つけてるけど。ほらここって汚れるじゃないですかね、うん、首の汗とかで。でそれを掛け襟ってもう一枚上に掛けとくと、それが汚れた時にここだけ取り外してまた襟を加えれば綺麗になるので、うんうん、長く使えますよね、はい、だから着物はまあ高級な素材で作ることが多いから長く着たいし、そうやって掛け襟をしましょう。浴衣は割とこうなんだろう、消耗品じゃないけど買い替えることが多いっていう元々のイメージがあったんで、掛け襟はしないでっていうのがあったんですけど、うん、でもね、浴衣も今大事に着たいし、うん、そういうので掛け襟することもあれば、うん、もうもはやない。もはやないね。掛け襟付きの浴衣とかがたまにあるもんね。うんうんうん。たまにね、うん、もうそうなってくるともう一緒やね。浴衣イコール着物や。そうそう。だから浴衣ありますかっていう質問もちょっとやめてください。やめてください。やめてください。めんどくさいので、ね、めんどくさいので、ね、このこれをちゃんと話さないといけないので、ね、説明まあすればするけど、うん、まあでもそういうね、急に雑学言われてもってなるんで、うん、ありますよっていう、うるさいこの人なそうそうそうなるのでね、今はそうなんですけど、そういう違いがあるんですよっていうことですよ。だからもうこれも浴衣と思えば浴衣や、着物と思えば着物や、うん、まさにそう。その人の感じ方次第、使い方次第、うん、使い方次第でね、うん、だから言葉だけが一人歩きしてるのって多分ね、今の時代たくさんあるので、ね、起源知ればね、うん、面白いよね。あ、浴衣ありますかって聞くのやめようってなるみたいな、うんうんうん、やめようってなる、初心者感でみたいな、うん、まあでも分かってない人も多いけどね、その浴衣屋とか着物屋も、うんうん、間違いない、うん、いわゆるあれが浴衣っていうふうにもう思い込んじゃってるから、ね、うんうんうん、着物屋さんもね見てください、その若者が喋ってるやつ、あ、そうなんだそうなんだって思ってくれればいいけどね。そうね、うるせえと思われたらちょっと、うん、ごめんなさい、うるせえと思ったら本当すいません。ごめんなさい。個人的な見解たくさんありますので、我々はいろいろね、はい、はい、まあ今日はそういう雑学をお話しさせていただきました、はい、まあ今後ともね、うん、バーって調べたやつまたバーって話すんで、はい、このコーナー続けていきたいと思ってます。よろしくお願いします。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうね。またね。じゃあね。このチャンネルでは豊かなライフスタイルを送るためのアイテムや、価値観、遊び方などを紹介していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が少しでも良かったなと思う方はいいね、コメントよろしくお願いします。ではまた。じゃねー。